やっぱりボディに当ててみても音がすごいですよね。ホースからこんな音するのこの前初めて聞いたもん。ぷぷーぬぬだよ。みなさんこんにちは、ぬぬファクトリーのぬぬです。今日はですね、こちら江南から出ている6パターンサイクロンジェット付きノズル、こちらを試していきたいと思います。以前こちらコメリから出ているスパイラル洗浄ノズルロングをレビューしてみたんですけど、その動画が結構好評でしたので、今回はショートタイプでかつ高圧洗浄機までいかなくても水圧が強そうなこちらの商品を試していきたいと思います。お家に高圧洗浄機がないけど洗車していて、でも水圧求めたいなっていう方や、高圧洗浄機を準備するのがめんどくさいなっていう方にはいい商品かもしれないので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。今日は皆さんにお知らせがあります。来月の9月4日に富士スピードウェイで開催される A メッセというイベントがあります。そこでジュディジャパンさんというメーカーさんがブースを出すんですけど、ジュディジャパンさんに今回お呼ばれしまして、私も1日ブースに立たせていただくことになりました。当日は私の愛車のコペンも展示していただけるということなので、ぜひお時間がある方はいらっしゃってみてください。また当日はジュディジャパンさんの方からガラコートのサンプル限定100個と、あとお子様に向けてトミカで遊べるパーキングシートをもらえるということなので、ぜひ洗車好きの方やお子さんがいらっしゃる方も遊びに来てみてください。お待ちしてます。それではまずこちらの江南のホースノズルについてご紹介します。まず価格ですが、こちらはネットショップの方で1958円でした。ホースノズルにしてはまあまあお高めのお値段だと思います。ポイントとしては高水圧なのにサイクロンジェットが使えるというところです。今まではコメリのスパイラル洗浄ノズルをご紹介してきましたが、こちらの商品も本来はショートタイプが発売されています。ただ水流パターン見てみると、コメリの方が3パターンに対して、江南の方は6パターンの水流が使えます。なのでショートタイプは江南の方をご紹介しようと思いました。このスパイラル洗浄ノズルやサイクロンジェットがとても高圧で、タイヤハウスの汚れや頑固な汚れに重宝します。サイクロンジェットの他にはシャワー、清流、霧、拡散、ストレートなどのおなじみの水流も使えますので、これ一つあればとても便利そうだなと思いました。また水流が6パターン使えるということなので、コメリのヘッドに比べると江南のヘッドの方が大きくなっていますし、重さも江南の方がまあまあ重いです。またコネクター部分もすでについていますので、買い足すパーツもなくてすぐに使えるっていうのがいいなと思います。それでは早速江南のノズルを使っていきます。まずは水流をそれぞれ出して確認していきましょう。ノズルの先端部分にはコメリと同じでイラストが書いてありますので、すごくわかりやすいです。切り替えるとこんな感じです。それでは壁に向かって打っていきます。まずはシャワーからです。こんな感じでシャワーはまあ一般的なノズルと同じぐらいの威力かなと思います。飛距離も同じぐらいですね。続いて横拡散です。横拡散はこんな感じなんですけど、拡散にしては結構威力があるなと思いました。次は清流です。清流はこんな感じでバケツにお水を溜めるときなんか便利そうですよね。次霧、霧はこんな感じで霧ですね特に変わらない。続いてストレートです。ストレートもこんな感じで結構威力あるなと思います。だいぶ水圧が強い感じが出てると思います。それでは最後は皆さんが気になっているサイクロンジェットを試していきます。なんかあんまりサイクロン感が出てない気がする。
毎回さ、こういうサイクロンジェットとかスパイラルやるとさ、こう持ってる側からは全然わからんのよね、サイクロン感が。でもやっぱり音が違いますよね。こう螺旋状にガーッと当たってるような音がしてます。で、コメリのスパイラル洗浄ノズルと比べると、コメリは出した時に威力が強すぎてこう持ってかれる感じがあったんですけど、コーナーの方はやっぱりショートタイプなので、そんなに持ってかれることもなく楽に出すことができます。それでは次に改めてコメリのスパイラル洗浄ノズルロングと比較していきます。じゃあスパイラル出します。もう上の窓までかかっちゃったよ、水が。結構本当にしっかり持ってないとすごい反動が来るので、しっかり持ちましょう。コメリの方はこんな感じなんですけど、若干コメリの方が水圧強いかなと思います。ただそこまで大差は全然ないですね。続いてはホームセンターなどで売っている、まあ、一般的なホースノズルと比較していきます。ちなみに今回使っていくのはカインズホームで買ったノズルです。でまずシャワーから出していきます。やっぱり弱い。壁まで届いてるかな、ギリギリ届いてるぐらいか。次、まあ、上路はなかったからストレートにしよう。やっぱりこういう一般的なノズルでもストレートは威力はありますけど、コーナンとかコメリの方が威力はあるなと思います。で、拡散、拡散されすぎじゃない？なんかコメリとかコーナンの拡散はここまで広がらなかったですよね。結構これの半分ぐらいの角度で出てくれてたので、これはねちょっと広がりすぎてあまり使うことがないんですけど、コメリとかコーナンぐらいのこの幅だとちょうどいいかなと思います。そして水圧も弱いですね。ちなみに取り回しの部分なんですけど、カインズホームのノズルだと360度回らなくて、ここまで行くとまた戻してってやらないといけないんですよね。これが結構時間もかかるし面倒だなと思っていたんですけど、コーナンの方はこんな感じで360度全部回ってくれるんですね。なのですごく作業性とかも良さそうだなと思います。あとはストッパー機能もついてまして、ここの青いレバーを上に上がるとトリガー部分が固定されますので、水を出しっぱにしたいときはここのレバーを上に上げるといいです。それでは早速こちらのノズルを使って洗車をしていきたいと思います。今回はこちらのコペンを洗っていくんですけど、最初にホイールを洗ってみます。で、いきなりもうサイクロンジェットで洗ってみます。タイヤホースすごい音してる。なんかドリルみたいなすごい音がしますね。よくタイヤハウスとか高級車とかだと、こういうプラスチックじゃなくてモケモケしてる素材のタイヤハウスあると思うんですけど、そういうタイヤハウスに入ったゴミって高圧洗浄機じゃないとなかなか取れないんですけど、サイクロンジェットは結構威力がありますので、高圧洗浄機がなくてもそういうゴミとか取れやすいかなと思います。お前引っかかってんじゃないよ。こっちのコーナーの方もショートタイプなので、結構奥の方までこうしっかりと見ながらかけることができますし、私なんかはこういうショートタイプの方に使い慣れてますので、ショートタイプの方が使いやすいなとは思います。やっぱりサイクロンでやってると結構跳ねますね。もうこの辺とかびちょびちょです。次は拡散でやってみたいと思います。これは拡散の音ではない。一般的なホースノズルの拡散ってすごい広範囲で出るんで、やっぱり威力が少ないじゃないですか。でもこれは威力があって、しかも拡散の範囲が狭いので、かなりすごい音がしますよね。
そうだね、拡散の方が飛び散りとかも少ないので、私は拡散の方がやりやすいかなとは思います。ただ本当にダストがすごい出てるお車とか、結構汚れがこびりついちゃってるお車とかは、うちのサイクロンの方がやっぱり汚れは取れるんじゃないかなとは思います。続いてはボディの方を一周流してみます。最初はシャワーでいきますね。やっぱりシャワーが使えるっていうのは結構大きいですよね。コメリのノズルの方だと拡散とスパイラルとジェットしかなくて、どれも範囲が狭かったんですよね。でもこれだとやっぱり広範囲一気に流すことができますので、シャワーがついてるというのはすごくありがたいですね。続いては下回りの方を洗ってみます。下回りはやっぱり汚れが結構ついてると思いますので、このサイクロンジェットで洗ってみます。いや、跳ね返りがすごい、ショートノズルで下回りをサイクロンジェットで洗うっていうのは結構難しいかもしれないです。こっちのコメリの方だとやっぱりロングなので、腹下までしっかりと入りますし、ここのヘッドがこういう風に回転できるんですよね。なので体勢も楽にしっかりと下回りを洗うことができますので、下回り洗うってなるとコメリの方がいいんじゃないかなとは思いました。では次に横拡散で洗ってみます。横拡散はやっぱりこういう隙間だったりとかグリルの間とか洗うときにすごくいいですよね。あとやっぱり車を大事にされてる方とかは、サイクロンとかジェットを当てるのに抵抗あるっていう方もいらっしゃると思うので、そういう方は横拡散が一番いいかなと思います。それではボディの方もサイクロンジェットで洗ってみます。でもちゃんとサイクロンしてるのが分かりますね。あ、楽しい。お子さんとかと一緒に洗車とかしたらすごく楽しそうですよね。もうこれはなんか楽しむアイテムです。あとは鳥糞とか虫の死骸とかって結構取れない時ありますよね。そういう時このサイクロンジェットで吹っ飛ばしてあげると一番いいのかなと思います。やっぱりボディに当ててみても音がすごいですよね。なので高圧洗浄機までいかなくても、ある程度高圧で汚れとか落とせるかなと思います。すごい、ホースからこんな音するのこの前初めて聞いたもん。見たことない、こんな音するホース。お次は汚くて申し訳ないんですけど、この部分に鳥糞がありますので、これを落としてみます。いくよ。あ、出てきた。あ、落ちた。こんな感じであれぐらいの鳥糞であればもう一瞬ですね。続いてはコーナーのホースノズルを使ってシャンプーを泡立ててみます。まず清流でちょっとだけ 2,3 センチほどお水をためます。そしたらシャンプーを入れていきます。ジェットで泡立てていきます。スパイラルでもやってみると、なんかジェットでやるときよりもスパイラルの方がきめ細かなモコモコ泡が作れる気がする。やっぱりなんかいろんな方向からこう水を螺旋状に出してるんで、その分泡立ちが良さそうですね。あとジェットの時ってすっごい跳ね返ってくるじゃないですか。でもそれがこれだとそんなにないですね。最後はちょっとシャワーで表面のキメを整えます。中の方までしっかりとモコモコ泡が作れました。はい、というわけで今回はコーナーの6パターンサイクロンジェット付きノズルを試してみました。私の感想としては、今回主にコメリのスパイラルジェットノズルと比べてみたんですけど、どちらも威力はまあまあありました。ただコーナーの方が6パターン水流が選べるっていうのと、一つで完結できるのがすごくいいなと思いました。
あとは何よりロングノズルよりショートノズルの方で私は慣れてますので、コーナーの方が使いやすいなと思いました。それぞれ使いやすい使いにくいっていうポイントがありましたので、気になった方はぜひお好みで買ってみてください。それでは今日はこの辺で、ヌヌでした。バイバーイ。